にちは。こんにちは。今日は北海道の富士山、はい、羊蹄山を目の前にキャンプをします。これです。羊蹄山、場所はルサンビレッジというキャンプ場に来ております。はい、若干雨が降ってるけど、この後は晴れるはず。そうやね。まあ、羊蹄山も上の方はなちょっと今雲隠れてるんですけど、まあまあ見えてるから行けるかな。はい、設営完了。はい、久しぶりのモニグロです。あの羊蹄山が形が合うようにモニグロにしました。でも見えてないわ、ここが。ほんまやな。明日の朝とか夕方は晴れっぽかったからな。うん、この後見えること願い。こんな感じ。7サイトしかないんか、全部でな。7サイトとこの前がフリーサイトになる予定だそうです。もう今はまだ野原です。テントの中からの景色、これです。晴れてきたな。うん、目の前に羊蹄山がドーン。すごいすごい。どのサイトからもなんか羊蹄山見えるみたいやな。見えそう。雨がまたパタパタと降っております。降ったり止んだり。そんなめっちゃ降ってるわけじゃないけどな。うん、とりあえず止むまでまったりしているだけ。雨もええね、音。雨音。ちょっと散策してます。はい、場内を散歩します。ここが受付です。はい、手作りルサンって書いてる看板に。こっち側がサイト。そうやな、こっち側にずっとサイトが7番まであって、うん、目の前に羊蹄山です。はい、ここは前がフリーサイトなんですけど、今はちょっと開放してない。うん、整備中だそうです。はい、でもここもな、入ったらめっちゃ広い。すごいな、フリーサイトになる。裾から裾まで見えますね。めっちゃ綺麗。まあちょっと上が見えてないのが残念やけど。うん、このサイトの裏側、野原なんですけど、なんかアスパラが生えてる。なんか取っていいらしい。ほら、これ。これアスパラや。アスパラ。伸びたアスパラ。取った後ある、誰か。取っていいらしいです。フリーアスパラ。いい感じにこう短いのがあるんか。なあ、これもうちょっと結構伸びてるやつが多い。そうやな、めっちゃこれすごい。すごい。アスパラのこんな伸びんのアスパラって初めて知った。面白いな。なんかあっちの方、あの電柱の方まで行ったあるっておっしゃってたで。オーナーさんが行ってみるか。ありました、この辺アスパラ。アスパラを収穫します。誰かがちぎった後ある、これ。え、これおお、収穫アスパラ、野生のアスパラ。野生アスパラゲット。これもアスパラ。うまや。収穫。ファイル。かりしてる。全然太さ違う。うまや。ボットアスパラゲット。晩ご飯で食べます。今日スーパーでアスパラ買ってきたんやけどな。まさか収穫できるとは。でもこっちを食べよう。新鮮で美味しそう。このフリーサイトの向こう側に川が流れてるらしい。行ってみます。なんかここのフリーサイトの一角にサウナ作るって言ってたな。うん、あ、そうそう、で川にな、飛び込めるようになるらしい。面白い。夏、今年の夏かな。おお、こっからお前道になってるわ。お前なんか引いてある。え、しかも結構流れ、結構でかい。思ったより。雨やったからやろ。あ、そうか。これいけるやん、まだ。行ってみる。気をつけて。なんか葉っぱがやばいぞ。でかでかいね、ここね。おおおほほ。あ、でも降りれるようになってる。おおお、あ、すごい、めっちゃほんまや、入れるようになってる。なってるな、降りれるけど、めっちゃ今めっちゃ早い。雨やったから急や。あ、すごい。雨じゃなかったら結構穏やかなんかな。そうかな。おお、ここが受付棟で、はい、炊事場もそこやな。うん、でこの横に薪置き場があって、はい、今回お金を払いました。なんと1000円で薪使い放題。持ち帰りは禁止。はい、ここで使う分だけね。はい、1000円で使い放題って安くない？安い。最近薪も高いもんな。うん、なんか700、800円とかするし。これぐらいでな、800円とかするから、めっちゃありがたいサービス。今日は新しい焚き火台も使う予定やから、それ焚き火もします。
時刻はただいま夕方5時半です。はい、ちゃっかり温泉に行ってきました。はい、こっから車で7、8分ぐらいかな、うん、のとこに京極温泉っていうのがあって、そこに行ってきました。なんか冬も何回か行ったよな。うん、もう今回で3回目かな。そろそろ涼しくなってきたので、うん、焚き火をします。今日はニュー焚き火台です。はい、その前にもう一個ニューアイテムのご紹介。はい、豚さんです。はい、うん、豚さんです。はい、これはですね、北海道の石狩の金属加工会社さんのガレージブランドがあんねんな、うん、トリパスプロダクツさんっていうとこのかやりという金属でできた蚊取り線香ホルダー、豚です。豚、はい、です。後ろがこうなってて、なんか棒があんねんな、うん、これを後ろに引っ張って引っ掛けるというシステムです。金属豚さんです。なんかランタンとかもつけれんねんな。そうそうそう、こんな感じでしょうか。ついた。はい、これはなんかシルバーと黒があんねんけど、黒は今年の新色やったかな、うん、なんか新しいモデルっぽかった、うん、黒を買いました。はい、煙、はい、怒ってるみたい。煙出て怒ってます。そしてニュー焚き火台です。はい、これじゃーん、これもこの豚のかやりと同じブランドです。はい、トリパスプロダクツのぐるぐるファイヤー、ぐるぐるファイヤーっていう焚き火台。はい、すごくない？コンパクト。コンパクトやな。こんな正方形のケースに入ってます。重さはな、結構ずっしりしてる金属やから。お前重これ初おろしです。はい、焚き火台はな、ずっとなんかキャンプ始めた時から持ってたやつやから、うん、2人で7年前、うんうん、とかぐらいからずっと同じの使ってたよな。そうそう、なんかユニフレームだな、一番皆さんが持ってるであろう焚き火台ずっと使ってたんですけど、今回新しいの買いました。はい、開封していきます。よし、オープンじゃーん。これはなんかいろいろ入ってるな。組み立て式の焚き火台です。はい、まあ一回家でな、ちょっと作ってみたんですけど、うん、なんかプラモデルみたいな感じやった、うん、出していくか。ぐるぐるファイヤー、ぐるぐるファイヤー、なんか角みたいになってる。ほんまや、鹿の角みたい。なんかパーツがいろいろあります。男の人が好きそうな。そうです、ギミック的なやつですね、うん、ぐるぐるファイヤーのこれ S サイズ、うん、4サイズぐらいあるんかな、うんうん、XS から XS、S、M、L まであるんかな。こんな感じです。はい、でこれはオプションの風防、うん、これも買ってます。はい、これを組み立てていきます。お願いします。説明書見ながら。一番大きい輪っか、これ。それにこの足4本はめる、はいはいはい、これはちゃんとこう刺さるようになってね、なこう、はい、こう、うん、最初やから今綺麗やけど、使ったら汚れるな味が出てくる。はい、はいはい、立ちました。もう早っ。これ目皿、これをこの一番下にはめる。はい、オッケー。アクイリングは3本。はい、大きいのからはめていくか。なんかいろいろこう焚き火台もな、うん、ずっと探してたんやけど、なかなか気に入るやつがなくて、うんうん、サイズとかな、重さとか、うん、いろいろ考慮した結果、こちらを見つけて買いました。はい、これはですね、見た目がめちゃくちゃかっこいい見た目ですこれ、はい、受け皿、これの、このケースも全部使うようになってます。いよいよ。はいはい、おお。家でやったはずやけど忘れたな。覚えられへん、なかなか。もうすごくない？おお、鹿の角みたいなやつ。先端を組み合わせる。先端組み合わせ。で？一番上の枠にはめる。なんか好きなとこやったな。確か。はい、はめて、まあ、ここにボルトがついてるんですけど、ボルトを締める。終わり。終わった。焚き火台はこれで完成。これしかも上をこうやって持ち上げたもん。もこうやってな、持てんねんの。すごい。で、これ残ってる、これも蓋部分やったんやけど、これも実はこの残りのパーツをこう差し込んで使
使い道があるんや、うん、はい、ここに巻き置きできるという代物でございます。素晴らしい。なんか結構かっこいいけど可愛い、うん、コンパクト でまあこれでも使えるんやけどな、一応、うん、壁の部分風防オプションで売ってたから買いました。完成。これを火入れ式をしていきます。はい、ちなみに今羊蹄山はこんな感じです。もう少しで隠れるかな、火がの先が見えてギリギリ、ほんまやな、先端が見えてます。かっこいい、かっこいいな。この上のハンガー部分かな、うん、これがちょっと鹿の角っぽくて北海道っぽい、うん、北海道のブランドやし、北海道のなガレージブランドの商品絶対1個買いたいと思ってたから、うんうん、よかったな、これ買えて。これ縦に入れれるからいいよな。確かに結構入れたけどこんなもんかな。いきます。はい、火入れ式。OK、 いいよ。 OK、 ちょうどいいサイズかやな、まあ、うん、2人でな。 XS が揃う用やっけ、うんうん、もう1個ちっちゃいな。これ S やからデュオ用ぐらいかな。おお、すごい。おお、いってる。でここハンガーになってるからな、あの引っ掛けれるらしい、ケトルとか。おお、嬉しい、新しい焚き火台な。ほんまにずっと一緒やったもんな、うん、美しい形。ぐるぐるファイヤー、名前おもろいけど名前はちょっとポップでかわいいすごい火力の巻き、もりもりやもんな、うん、ハイパワーや。ぼちぼち晩ご飯の準備を始めました。はい、今日はマルチグリドルでチーズフォンデュです。はい、ニセコのチーズを買ってきました。うん、フォンデュパーティーです。はい、ただ下は IH です。現代現代です。ちょっとずつ空がなんか雲が染まってんな。の焼けてるわ。あっちの山とか染まってる。ずっとタイムラプスあそこで撮ってるんやけど、どんな仕上がりになるんやろうかチーズ買ってきました。うん、カリブト。カリブトっていうもん、これ。裏にあの振り仮名が書いてあるそうない。カリブト、高橋牧場のチーズ。カリブトっていうのとソガ、うん、っていうのを買ってきました。なんかこっちがチーズフォンデュにおすすめって書いてた。ハードタイプって書いてんで、うん、こっちをとりあえず使ってみるか、うんうん、足りひん買ったらこっちも開けます。昨日道の駅ニセコビュープラザっていうとこで車中泊して、 でこれ買いました。明日の朝ごはんもピザ買ってんな、うん、楽しみ。それもここにチーズ置いて周りに野菜を並べていきます、うん、本日収穫した来たアスパラです。先ほど野原のアスパラ野アスパラ、野アスパラも並びました。美味しいんか なウインナーも買ってきました。ウインナーはスーパーに売ってた、うん、おこっぺ、おこっぺハム、おこっぺハム。おこっぺって言うと、あ、地図書いてるわ。紋別の方やな、うん、道北の方やな、うん、なんか売ってたんで買いました。これさっき食べてみる。2種類、さっき餃子ニンニク。ウインナー、これはめっちゃでかいから後で食べるキャンプで初めてのチーズフォンデュやな。あんま家でもせんけど、うん、本日ニューギアがまだあります。はい、これケンジとあかりシェラカップです。オリジナルシェラカップを作りましたこれは来週フィールドグッドフェスというな、うん、キャンプのイベントに僕たちカレー屋さんとして出るんですけど、はい、その時にあのオリジナルグッズも売らせていただきます。はい、限定数量でなイベントの時だけな、うん、限定で売りたいと思います、はい。まあ、自分たちも使いたいから、そう作りました。取れてきた、うん、焼き始めてる。美味しそう。めっちゃ綺麗。しかもこう遮るものなく見えるからいいな。溶けてきたな。な、牛乳とちょっと伸ばしていい感じになってきました。食べますか。はい。食べよう。アスパラ。これは先取った。収穫したてのアスパラです。おお、伸びてる。
すごい。どう？チーズ伸びてる。うまっ。アスパラめっちゃ美味しい。すごい。うまっ。アスパラめっちゃ美味しいです。うわ。すごい。うわ絶対美味しい。伸びた。うまっ。うまやん。アスパラうまない。うん、めっちゃ美味しい。もう一回もぎに行きたいぐらい美味しい。すごっ。なあ。あの野生のアスパラやのにめっちゃ美味しい。収穫したてなんで。最高です。チーズも美味しいな。なあ。美味しい。飲みますか。はい。本日はですね、札幌クラシック夏の爽快です。はい、まだ全然夏って感じじゃないけど北海道の気候。ちょっと前の動画で札幌クラシック春の香り飲んだんですけど、もう夏になってた。春はもうなかった、はい、夏です。暦上は夏の数量限定。乾杯。はい、いただきます。うん、夏の爽快。ほんま？なんかすっきりしてる。うんうん、美味しい。ちょい辛口なんかな、これ。辛口に寄せてる感じちゃう。若干クラシックにしては。うん。ドライ系やな。そうやな。美味しい。うま。ウインナーは多分このまま食べても美味しいと思うけど、まずそのまま食べよう。まずそのまま食べよう。餃子にニンニク。ちょっとチーズついてるわ。はい。うまっ。うまっ。 うわ絶対おいしいやん。食べんでもわかる。うん、どう？うまい。うん、うわ、あれちょっとトップが、ほんまや、見えてます。見えてきた。ちょっとトップが見えてんな。の、おお、染まってる。綺麗。綺麗。大武陽蹄山が見えたな、もう。見えた、すごい。すごい。ちょっとそろそろタイムラプスを回収します。しっかり撮れてるのか。タイムラプス見てみる？うん。1時間以上撮ったんじゃない？それでは。いきます。スタート。何秒ある？34秒やった。おお、すごっ。え、雲がこうこっちに向かってきてるな。すごい。おお、面白い。雲がなくなる。わ、夕焼け。おお、綺麗。おお、夕焼けや。あ、めっちゃ綺麗。おお、すごい。面白いな、だけど、うん、この景色最高やな。うん、ほんま富士山みたいの。6月は頭やけどまだ雪あるもんね。いつまでやんねやろ。もうなくなるかな。うん、まあ、焚き火タイム食べ終わって片付けもしました。はい、ゆっくり焚き火の時間を楽しみたいと思います。めっちゃ星が、うわ、星きれい。うまい。すごい星出てる。きれい。いいとこやな。うん、低山目の前やしの、温泉も近いしの、うんうん、お湯も出んねんな。お湯も水事場は出えへんけど、そうやな、トイレ、洗面所のとこ、 とこな、お湯出てトイレも綺麗やったし、うん、今年オープンしたばっかりか。そう、なんか去年はプレオープン、うん、お知り合いとか口コミだけやったみたいなんやけど、今年からちゃんと正式にオープンしたそうです。手作りのキャンプ場っていう感じでいい場所。オーナーさんもすごい人やったな。うん、おはようございます。おはようございます。
なんと今日は早起きをしました。はい、珍しい。めちゃくちゃ珍しい。現在6時半。今6時半で、起きたのは5時半とか。そうやな、5時半ぐらいに目覚めました。なんかもうあったかくてな、うん、目が覚めて明かりが外に出たら羊蹄山がめちゃくちゃ綺麗で、すぐ起きました。その景色で すぐ呼ばれましたまあ起きてたんやけどな、うん、とりあえずコーヒーでも飲みたいと思います、うん、すごいな、もうここな、開けた瞬間目の前に羊蹄山広がってて、めっちゃ綺麗、やばかった。晴れたら最高やな、これは。ちょっと中腹ぐらいにな、今雲はかかってるけど、朝はほんまに雲一つなくてな、うん、めっちゃ綺麗やった。朝の一杯、まじ珍しい早起き早起き、大体9時ぐらいに起きてない、キャンプでも。そうやな、早くて8時とか。3時間も早いわ。なんか昔はめっちゃ早起きしてたけどな、うん、マジで富士山やこっちの角度めっちゃ富士山に見える。しかもめっちゃ雪残ってるし、うん、なんか反対側はそこまでな、残ってなかったけど、うん、こっち側はすごい。そのまま朝ごはんにします。はい、朝からピザこれも昨日道の駅で買ったやつ、うん、デルソーレというところの冷凍ピザ、もう解凍されてます。デルソーレってな、一回食べに行ったんな。そう、アンヌプリ、ニセコアンヌプリスキー場の近く、うんうん、めっちゃ有名っぽくて。そうです、予約していったとこやもんな、これも。そこのピザ、まさかのそれが道の駅で冷凍で売ってました。これはちっちゃい方のマルゲリータ、うん、なんか L サイズ、大きいのもあったな、うん、これはね、温め直します。はい、マルチグリルで置いて上にアルミホイル、はい、温めます。ピザと羊蹄山と美味しそう。お、ちゃんと焼けてそう、うん、おいい音、パリクトとか。おお、おほおほ、伸びる伸びる、あかん伸びる乗せるうん、うまっ、うまっ、普通にパリッとしてる、うん、チェックアウト11時やから、あと約4時間ある、まだ早起きしたらなんか得した気分になるな。長い、いつも急いで朝ごはん食べてるからめっちゃ優雅、早起きせな。な、チェックアウトしました。はい、めちゃくちゃいいキャンプ場やって、もうほんまに景色良くて、うん、今日な、朝ほんまに晴れたから良かった。昨日もまあちょっとな、見えてはいたけど、うんうん、山頂の方がちょっと雲ずっとかかってたからな、今日はもう朝は快晴でした。はい、まあちょっとな、こう羊蹄山が見えへん時はちょっと全然な、景色とかは楽しまれへんと思うんやけど、うん、見えたらほんまに最高です。ほんまにふもとっぱらキャンプ場みたいな、うん、もうまさにもう形が富士山やからな、うん、どっちかわからんくなるぐらい。めっちゃ似てたな、形。めっちゃ似てた。改めて見ると。オーナーさんもすごいいい人で、めちゃくちゃ手作り感あるキャンプ場で、すごい良かったです。はい。また来てみたい。うん。まだなんか新しいキャンプ場やから、そこまでめっちゃ混んでることはまだないんかもしれんけど、結構だんだんな人も増えてきてるみたいなので、これからもっと人気になっていくキャンプ場かなと思いました。うん、はい。薪も使い放題やってな、新しい焚き火台も使えたからすごい良かったです。うん、結局2時間ぐらいやってた焚き火、もっとやってたかな、もっとやってたんじゃない、うん、やっぱり使い放題からな、うん、あの残りを考えなくていいっていうのも良かったです、うん、なんか二次燃焼もしっかりしての、うん、すごい綺麗でした。これからどんどん使っていきたいと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。